んかどうしても画角にピアノと顔を収めたかったんだけど その結果携帯の画面こう斜めにしてやる。よく聞こえます？よかった、これで弾ける。じゃあ、よいしょ。でもなんか全然何弾いたらいいかそんな決めてなくて でも見て、いいだ、これ「方丈図カンタータ」の楽譜。楽譜ね、揃ってない、全然。ママに今度送ってもらいます。でも子犬のワルツとかなら弾ける。あとキラキラ星も、あれはある、楽譜はある伴奏だから、なんかみんなの知ってる曲に聞こえないかもしれないけど、超伴奏。あれ、間奏とかならメロディーと一緒になるけど、近所迷惑。これね、中でしか聞こえてないから大丈夫です。だからヘッドホンしてる。電子ピアノ、おいしょ 記憶よみがえってきました。よかった。そういうこと弾ける曲。
カニのワルツさっきちょっと練習した。そう、ヘッドホンの中にあのイヤホン の, あのマイクをこうやってつけてるから外には漏れてないの。ほらちょっとこれがかっこ悪いけど。聞けてよかった、よかった。電子ピアノ結構前から家にあります。こんばんは。そう、これグラビノーバって言うんだ、思い出した。でも結構昔のやつだよ。NGT で NGT で弾ける曲ねないんだよね。だから弾けるようになりたい。これシャーベットピンクのイントロしかできない。クラシックしか今弾ける曲なくて。だからみんなの知らない曲が多い、弾けるのが。
いい感じに配信できてる。すごい、やった。こんばんは。耳コピできてる。わかんない。耳コピね、できてるかわかんない。なんかもう、超独学すぎて。でも全然絶対音感ないから。すごいこと。ありがとう。嬉しい。月の光大好きだけどね、弾けないの。あの曲めっちゃ好き。アラベスク狙ってよ。昔やったことある。ママに AKB さんの楽譜する。行ってみる。でもとりあえず東京のお家にあるあの楽譜送ってもらう。ラジオ体操ね、この前なんだっけ、できるようになった。もう忘れちゃった。忘れちゃった。この前ね、やってきたんだけど忘れちゃった。分かんなくなっちゃった。笑点のテーマ曲弾けないよ。あとなんだろうな、何が弾けるかな。これは弾いちゃダメかもしれないから弾かない。マリオ弾こうとしちゃった。子犬のワルツもう一回弾く。ありがとうございます。この画角かわいい。ありがとう。あ、ショパン、これもショパン。Thank you.
番テンポの速い曲、キラキラ星。キラキラ星は一番テンポ速い。でも、あんまり上手に弾けないかもしれない。グラビノーバか。グラビノーバ、あれずっと家にあったの連れてきました、新潟に来るのと一緒に。これは左手が鬼難しい。そう、実家にはアップライト、そう、実家にもともとアップライトと電子ピアノが2台あったから1個だけ持ってきました。普段はクラシックしか弾かないです。アトムの曲ってどういう曲だっけ？わかんない。原曲知らないかも。ハノンね、あんまやった記憶ないんだよね。普通やるよね、でも。こうやってピアノ赤い、黒い鍵盤、これは音が出ます。なんかこれがドレミファソラシドで、半音上がるとシャープとかフラットとかっていうのをオッケンっていう、あ、でもどのフラットだったらシになるけど、どうやって言ったらいいんだろう。でもなんか普通に音が出ます。半音でさ、ラカンパネラの最初の音、でも全然
けない。リストもね、難しいよね。難しいよね。コナンだって、コナンだって。あおちゃん作曲？全然、そんな才能は持っておりません。遊びに来たよ、ありがとうございます。難しさが、全然。ありがとうございます。でもね、譜面読めなかったよ。ピアノ始めて1年間は譜面読めませんでした。そう。でも今でも譜読みは嫌い。オクターブ届きます。小学5年生くらいで届くようになりました。オクターブっていうのはドからド、このここからここまでかな。でもね、オクターブの一個先はね、届かない。どのくらい進んだ状態？譜読みは全部楽譜見ながら、でも分かんない、人によって解釈違うのか分かんないけど、青的の譜読みは楽譜を見ながらスラスラ弾けることかな。でその次がアンプしてます。どうやってました。ハートありがとうございます。でもアンプは割と得意です。得意なのはなんか譜読みピアノ習ってた頃とかはレッスンでここからここまでまず譜読みしてきて、でそのレッスンで OK 出たら次のここからここまで譜読みしてってやって、短いちょっとずつやっていくから、最終的にアンプした時はもう覚えてたから、アンプはね得意。ハートありがとうございます。小学校の時に1音目間違えた曲、小学校、もう全然弾ける。あのね、中学の時の合唱コンの時の伴奏の曲なんだけど、もうね全然超弾ける。これを一応間違えてオーディション落ちた曲。もうでも全然弾ける。弾きすぎて覚えてるんだけど、なぜかオーディションの時に一応間違えて即落ちた曲。習ってない曲、基本習ってる曲しか弾けなかったけど、弾いてなかったけど、キャラキャラ星とかは NGT 入ってからこの自粛期間中に譜読みしたから初めてね、そう自分でやった曲なんだ。でもなんか、でもこれ以外にもあるけど、なんかお家にいっぱい楽譜があったから適当に弾いて遊んでたけど、一曲全部通して弾ける曲はない。そう、伴奏してました。校歌とか弾いてたよ、小学校の頃はね。中学入ったら一応間違っちゃったから、もう伴奏担当じゃなくなりました。そう、なんて曲だっけ、なんかでも合唱曲の伴奏のやつ
唱合唱そうそう、うちも間違えちゃったやつね。何かしらの曲練習、練習する、楽譜欲しい、今家に全然楽譜ないから、練習するよ、ありがとう、するする、何しようかな、ありがとうございます。ハートありがとうございます。弾いてみようとね、してたけど、なんかいい感じに左手がつけられなくて、なんかね、超微妙な感じでみんなに聞かせられるようなものじゃない。でも感想はまだやってない。なんか、のとことかは左手全然聞いてない、まだ。そう、でも、これもね、微妙なの。何しようか、何しようかね、ちょっとよく分かってない。孫娘のピアノレッスン見守るじいさんの気分、孫だなんて。そんなことないですよ。曲聴いたら、でも多分絶対音感ある人は伴奏もすぐ引っ付けられちゃう人とかいると思うけど、青はちょっと時間あればメロディーは弾けるくらい。メロディー右手だけなら、だからね、全然絶対音感じゃない。こんばんは。でもなんか普通に曲聴いたりしてると、なんかメロディーの方が音が強いじゃないですか。だから聞き取りやすくて、すぐ弾ける、すぐ5分とか聴いたら弾けるけど、伴奏とかはなんか下の音とかは本当によく聞かなきゃ聞こえないから、なんかね、イヤホンで聞いて、まさにこの状態でやってる。たまになんか喋ってピンクとか、今の部分だけだけど。そう、あ、待って、
感は演奏する能力は違うと思います。ありがとうございます。でもあった方が楽しいのかなと思ったりする。でもなんかもう絶対音感ってちっちゃい声じゃなきゃなんかもう手なんかもう身につかないらしくって、そう、からもう絶対音感つかないけど。ハルルのエレクトン聞いたことない？ラジオ体操？手伸びるんだ。あ、ラジオ体操は綺麗に踊れるよ。今は踊らないけど。こんばんは。ちゃんのピアノ。じゃあもっと練習しなきゃ。今はそんなレベルじゃないですけど。こんばんは。前は肩が上がらんから無理。これ？ やったいさ。ね、でもこれ特技っていいかわかんないんだよね。なんか今までピアノをあんまりめちゃめちゃゴリゴリにアピールしてなかった理由としては、なんか例えばこの私はこのコンクールでない何々になりましたみたいな分かりやすい、なんかすぐ聞いてあすごいねってなるものがなかったから。全然言ってなかった。クラシック弾くにあたってまずなんだろう、でもなんだろうな、でもブルグミューラーっていうのがあるんですけど、なんか本練習曲がいっぱい、ブルグミューラーは一番先にやったかな、あとバッハとか。オーバーチア？オーバーチアってあれさ、メロディー MGT48 あ、You Lady？ ちょっと今度よく聞いてみるね、じゃあ。オーバーチア。ジレンマってさ、なんだっけ？
会いたい、会えない私。A メロなんだっけ。ダメだ、全然思い出せない。恋のかてん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 て
んまりね ちゃんと使ったことないけど、あは右と真ん中しか使ったことないまだ。森保まどかさんね、全然もう比べ物にならないくらいだから本当に申し訳ない。今ペダル、あ、ペダル踏み始めたのいつからだっけな、忘れちゃったけど。でもペダルはみんな憧れるイメージ。ピアノコンサートに行きたい。ちゃんと練習しなきゃいけない、ほんとに。そう、ラー油ポロネーズ難しいよね。難しい。夜風の仕業。てん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 。これかな。わかんないか。ひなたさんと一緒に弾くんでしょ。そう。何がいいかな。自転車のペダルと車のペダル踏めるの憧れます。もう全然弾く曲ない。初日いいね。初日弾きたい。いいな初日。テンテンテンテテンテテテンテンテテテテンテンテンテテテテンテテテンテテン。こんばんは。初日いいな。初日やりたい。ファーストラビット。傷つくこと。弾きやすい曲の特徴？シャープとフラットがあんまりない曲。それはただ青のわがままなの。でも割とそんな何でも大丈夫。割と譜読みは全然綺麗なだけでできることはできるから。ポニーテッドシュッシュ、ああいいね。ポニーテール。こんばんは。よいしょ。おうちゃんからしたら見てすぐ弾けちゃうくらいの曲。どうだろう。でも知ってる曲なら知ってると思う、楽譜見たら。だからなんか譜読みもするけど、
新しい曲やるときとかはいっぱい音聞いてました。だからなんか聞いて、その曲を弾く、これから弾く曲を知ってた方が譜読みしやすかったから、いっぱい聴いてたから、だから48の曲とかは割とすぐ弾けるかもしれない。ちょっとこんなこと言ったらすごいハードル上がっちゃったんだけど、そういうことじゃなくて 切実なる楽譜ない問題ね。プレゼントでもし送っていただけたら弾きます。ぜひ本当に。自作の曲ないです、ない 蒸発してすぐね、この前なんか、ね、違うこれ。頑張ります。グラムね 練習しよう。もっといっぱいピアノ、えシリが反応した。ちょっと私には意味がわかりません。だから何も言ってないのでわからなくていいです。静かにしててください。あおちゃんのテーマ曲そんな作曲なんてできないです。難しかった。やってみようと思ったけど。カノンさっき弾いた。シリと最近また気が合わなくなってきちゃって、そう 気が合わなくなっちゃって、シリさんとドビュッシーの月の光いい曲だ。もう大好き、あれ大好きだけど楽譜も目にしたことないけど、いい曲だよね。大好きあれ。青はちっちゃい頃にそのドビュッシーの月の光か
キラキラ星変奏曲のどっちかは必ず弾けるようになりたいと思ってた。小1くらいから。楽譜弾いてほしいのがあったら教えていただけると、ちゃんと弾けるかわかんないけど旅立ちの日に。あ、それね、ママ練習してたよ。でも難しいって言ってた。だから実家に楽譜あった。月の光フラット5つ。やば！フラット5つやば。フラット5つやば。でも青が今までに、あ、でも今までっていうか、普通に、あ、でも最高フラット6個弾いたことあるけど、それは本当に大変だった。そう、55分ありがとうございます。じゃあちょっとヘッドホン外す。呼吸のエチュードも弾いてみたい。ちょっと呼吸のエチュードさ、口歌で歌おうとしても。ありがとうございました。すごいダラ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 だったけど今日は。でもピアノ、みんなの耳にピアノの音が聞こえてよかったです。耳大丈夫、全然平気よ。なんかおーちゃんが作曲家に見える。ありがとう。難しい、革命も難しい。ピアノ配信で弾いて、なんかさ、なんか音源流していいはダメだと思うんだけど、楽器だっても一応48の曲弾いた方がみんなも楽しいかなって思うから、これから48の曲いっぱい練習していきたいなって思う所存でございます。ゆるゆる、今日はゆるゆる。そう。意外な特技ですか？意外ですか？ありがとうございます。でも今日は本当にこんなクマさん来ながらピアノ配信してゆるゆるに弾いておりますけども、またしますね、ピアノ。あ、夜ご飯今から言います。明日の夜ご飯をじゃかじゃん、明日の夜ご飯はじゃか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 、全然考えてない。じゃか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 じ
やか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 、どうしようかな。やばいやばい、あと2分。じゃん。ペペロンチーノ。ペペロンチーノ。ペペロンチーノ。ちょっと急に思いついたのがペペロンチーノだった。ペペロンチーノダメだったらパスタでなんでもいいですよ。ペペロンチーノで。はい。ということで、また明日の配信は朝の7時と夜の9時から配信します。見に来てね。バイバーイ。7時と9時です。ハートありがとうございます。わ、すごい、さっき言いました、ごめんなさい。ゲストとはじめぎありがとうございました。また明日。バイバイ。おやすみ。またね。すごい、ゆるゆるのゆるゆるさんで。おやすみ。また明日。バイバイ。ありがとうございました。また明日ね。おやすみ。バイバイ。キール。あ、これ自分で切んなくていいんだ。すごい、さっきから腹筋が鍛えられそう。またね、バイバーイ。